先生、早速、この袋自体を使った試合っていうのをちょっと体験したいというか、はい、まあ、練習よくやられてると思うんですけども、それよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それでなんですけども、僕ちょコンタクトを昔つけてやってたら、ここに入って運動すると入っちゃう時あるんですよ。それでちょっと大変なことになったことがあって、あ、それはちょっとトラウマでつけれなくて、あでメガネを顔なしのパターンでやってほしいなと。はい、あのこれ外すと本当見えないんで逆に危険なんですよ、ね。よろしいですか。はい、分かりました。ハンデプーパー、よろしくお願いします。お願いします。っていうのはね、全然出ないんですね。出ないですよね。はい、そう、技にこだわっちゃうと体も動かなくなっちゃうし、はい、うん、全然やっぱりね、普通の稽古と違う稽古はできますね。そうですよね。なんかやっぱり技っていうのを練磨して自然に出るのが多分理想なんだろうね。そうですね。そう感じました。稽古があってこれなんだなっていうのが、はい、うん、次は林さん、今準備を整えてる。そうですね。ちょっとラスボス感が。ラスボス戦える権利を得た広瀬さん、お願いします。お疲れ様でした。はい、いや、なかなか技っていうのが出せなくて。出せないですね。はい、自然に出るのが理想なんでしょうね。はい、ということで次は関先生と試合ということですけど、はい、楽しみですね。もうマスクからすごい、ちょっともっと申し訳ないですけど、ヒール感がすごい出てる。目を目優しい。目が優しいですね。はい、これはちょっとお勉強させていただきます。最近ご期待されることに分かるんですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。むしろ嬉しいですね。はい、いや、これあれなんですよ、ここ刺さったんですけども、もう折れるかと思いましたね。いや、すごいな。これ先生全然打ってないんですよね、実はこれ。ね、思わず顔ね、メガネがね。あ、そうですよ。多分これ目つけたらもっとボコボコにされたと思うんですけど、はい、圧で抑え込むのと、こう受けた時のこれが、はい、重いんですよ。すいません、息上がっちゃって全然上がってないんですけど。すいません。
先生印象はどうですか。あ、元気がいいね。小学生を褒めるとかね。お願いします。シャーツしちゃった。それさえ言わなきゃよかった。あーくそー。もう一回やっていいですか。いいよ。お願いします。はい、しない稽古とは、うん、とは違うと思うんですけど、うん、それとは違う緊張感と、うん、技が本当どこから来るか分からないっていう。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや最後激しいかった。ちょっと見てて怖かったですよ。あ、そう、はい、多分まあ僕は3日4日怖くて来れないな。正直さんすごいっすよね。いやすごい、自分で言ってましたよ、気迫はね、素晴らしいものが、うん、本当ですか、うん、すごかった。剣術家に向いてます。あ、本当ですか。いやもう普通にやっても負けちゃうので、もう相打ち角で殺しに行こうかとか。そんな企画で、はい、まあ、せっかくね、あの市内ですから、そういうね試みも存分にやってね、ただしそこからね、はい、学ばないといけないね。そうですね、うん、はい、なんか身体ともとってなんか鍛えられる、こういう戦いっていうか打ち合いだからこそ見えるものもたくさんあるのかなと。そうですね、思いますね。
まあ、私もね、人間ですから消耗してくればね、思わず弟子に打たれるということも普通にね、はい、あるし、やっぱそういう時はね、相手が弟子でもね、頂戴しましたという気持ちでね、はいはい、いないと自分も修行にならないんでね、はい、稽古のね、陰陽っていうのがあるんですよ、はい、で剣術は陽の稽古で、居合、特に一人でやる居合ですね、あれは陰の稽古、陰陽、ね、バランスよくっていうことなんです。つまり陽の稽古で気を発する、ね、で存分に遠慮なく技を、ね、試し合うと、うん、そこで気を吐いてすっきり先制すると。で居合の稽古で、ね、自分の内面に問いかけるような、ね、稽古をすると。この陰陽のバランスがあって技が使えて、まあ、深みも出てくると、いうことなんですよね。そうですね。ただね、もう今日は無理なんですよ。ここまでね、存分に、ね、気を吐いてしまうと、もう陰の稽古は成就しないんですよ。あー、なるほど。もうね、ただやってるだけになっちゃうんですね。入ってこない、もうダメです、ね、気が滅入るだけなんで。居合とかいろんな肩稽古やってから、こういう打ち合い稽古ってラストになってくるっていうのが多い、はい、イメージ。まさにそういう順序なんです。あ、そうなんですね、はい、陰の稽古から入って、で存分に技をね、かわして、それですっきり生成して上がるという順序、はい、これ逆にするとね、後半の稽古ね、成就しないんです。確かに、そうなんですね、はい、今居合技出せって言っても多分変になっちゃいますましてね、真剣なんかね、使ったりすると、ね、怪我します。そういう精神状態でね、いい加減に真剣使ったりすると怪我します、はい、ですから逆の方がいいです。なるほど、はい、これ勉強になります、はい、ありがとうございました。ということで、朝山一年ニューチャンネルはこういうこととか武道の深みとかいろんなのを教えてきますので、今後の励みになりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。